はい、皆さん、こんにちは、ちゃもりです。はいです。はい、今日もご視聴ありがとうございます。はい。今日はですね、皆さんご存知のですね、クワタカップに、まだ知らん？そう。あ、じゃあ、説明いたします。はい。クワタケイスケさん、ご存知の方のクワタケイスケさんが、初夏でですね、全国のボーリング大会というので、クワタカップというのを開催されていらっしゃいます。はい。で、実はですね、2020年からスタートしてまして、今年で、3回目となっております。私、毎年、チャレンジ、しておりまして、ね、というところでございます。で、去年はですね、マスク、よろしく。で、昨年はですね、完全にリモートの開催だったんですけど、今年はですね、予選については、オンライン。で、やっていくというところでございます。で、オンライン形式というところになるんですけど、全国のですね、まあ、各部門みたいなのがあってですね、その中で各部門で、まず第一予選というので、全体の上位 50%、半分の方が次の第二ステージの方に進出しているところになります。で、まず今日はですね、第一ステージというところで、第一予選に参加していこうと思います。はい。で、ルールとしましては、まあ、各ボーリング場で、まあ、チケットっていうのをちょっと買うんですけど、500円ぐらいで買います。はい。で、500円ぐらいでこうチケット買って、今からやりますって言って、そこから3ゲームを投げていきます。ですので、何ゲームか投げたうちの、良かったスコアっていうのを、これとこれとこれっていうのを選ぶことはできないので、今から宣言してですね、3ゲーム投げます。で、その時にスコアとかについては、店員さんの方に声をかけて、このスコアでしたっていうので、まあ、記表をいただくような、そんな流れです。はい。ですのでね、まあ、その3ゲームを競い合って、まずは、第一予選というのを上位、以上に受けるように、頑張っていきたいなと思います。はい。で、その1予選が終わりましたら、次、第二予選というのがありまして、1ヶ月間ぐらいで、実施されるんですけど、全体の、まあ、60、まあ、私一般の部で参加するんですけど、確か上位64名。はい。という方は、次の準決勝の方に進んで、行くというところの流れでございますので、まずはですね、しっかり、重要戦、しっかり勝ち上がっていきたいと思いますので、皆さん、応援、よろしくお願いします。はい、それではですね、次元のパンを上げていこうと思います。はい。今日の仕事としましては、6ゲーム投げましたけど、アベレージ大体200ぐらいですね。1位と裏なので。なんとかね、3ゲームで600は行きたいなと思います。はい、行きます。あれ？まっすぐ行ったか。やっちゃいましたね、1発目から。これやばい。まずいな。まずい状態からスタートすることになっちゃう。まあ、しっかり。大丈夫。島が難しいな。ああ。タッチ。まあ、こんな感じで頑張りまーす。はい、ちょうど今ですね、このクワタカップの1ゲーム目というところになるんですけど、なんとか200超えそうかなというところではございますし、ちょっとね、初めミスがあったりとかで大丈夫かなと思いながらだったんですけどね、なんとかここまで来たんで、まずは、200アップはまずは絶対条件にしていきたいと思います。危ない。202点ということで、ちょっとね、厳しいあれでしたけど、次のゲームから巻き返していけるように頑張っていきたいと思います。はい、じゃあちょっと次のゲーム行きましょうか。ね、今200アップはなんと入ってたので、ちょっとこの調子で次のゲームかなと思います。
はちょっと緊張でヘッドピン外しちゃいましたけど、次は大丈夫だと思います。あ、危ない、ちょっと甘かったですね、こう、うん、まあ、あれはしっかり取っていきたいと思います。今日ね、あんまり普段投げてないですけど、アセシオムというボールでちょっと投げてきます。はい、まあ、でもやっぱアクションとすごくいいボールですね、うん、なんか結構こうグッと切り込んでくれるような感じで投げるのと、まあ、スキットっていうので結構こう直線のボールでうーってこう流れてくれるのね、いいボールだなと思います。はい、こちらで頑張ります。右に行きます、風邪で。厳しいですね、うん、まあなんとか次7本以上倒したら一応200を超えそうな感じなんですけど、うん、ちょっとあまり調子は、まあ、調子なのかボールなのか実力なのか、まあ、実力でしょうね、まあ、足りなかなかうまくいかないな、ここは、うん、ちょっと厳しい戦いですけど、最後ね、この次に繋がるような形で、はい、次に繋がらん、繋がらんやろ、やっぱり悪すぎるやろ、はい、まあ、ということで200行って次に行こうと思います。はい、ということで、うん、まあ、今200どうですか、もう103なので、まあ目標は600なんですけど、本当はもうちょっと高い目標を行きたいんですけどね、うん、なかなかこうやっぱりちょっと、うん、まあ、いいところで外しちゃったりとか、辛いやっぱりもっと取れてないので、はい、さあ、ということで切り替えていきましょう。あー、ミスったかな、やってもだな、今のあかんの子、まだミスった、悪いね、めちゃくちゃラッキーな残り方してくれた、悪くもおかしくなかったな、おいおい、このタイミングやめて、はい、とりあえず次行きます。はい、3ゲーム目の、最終フレームに突入しております。ね、まあ10フレで、ね、ストライクは取れてるんでね、200はまあまあいけるかなってことですけど、んー、ちょっとね、なんだろうな、前半見てもらったら分かりますけど、前半はちょっとねスペアとかが、あ、後半少しですね、ストライク持ってこれたんでね、ラッキー、うん、まあまあなんとかなんとか200はってところではございますけどね、本当はねミスなしでストライクはもっと続けたいところではありますけど、はい、ちょっとボールを変えてですね、エクストリーム、フォードエクストリームでいきます。あ、よかった、210はなんとか消そうですね、うん、もうちょっとね切りたかった、切りたかったけど、どうだろうな、予選の第一予選がどれぐらいなのかがちょっとわからんから何とも言えないけど、ね、さっき見たら500円ちょっとぐらい参加されてたかなっていう感じではあるんですけどね、
まあ、でもなんかそれで本当にちょっと半分なんでね、分かんないですけどね。とまあまあ気持ちよくバストライブできたいです。最後はい、ということで215点か、はい、というところでございます。はい、皆様お疲れ様でした。よいしょよいしょ。はい、なんとかね、600ちょいスコア登録することができました。でさっきちょっとですね、あのランキングを、今時点ですけどね、見たところですね、574人の方が参加されて166、それぐらいなんで、まあまあ多分このスコアであれば一次予選のところは受けるんじゃないかなとは思います。ただですね、このスコアであの上位を目指そうと思っても全然やっぱり太刀打ちできないんでね、やっぱり、まあ、700以上、まあ、こう30年の時を目指して、はい、ということで第一次予選はこれで終了となります。おそらくまた、第二次予選の、動画をお届けできると思いますので、これからも、頑張っていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。これ新しいストーリーTシャツです。